ハンバーガー、マントルポタージュ、未開の大陸を大地のシロップがある。世はグルメジタ。かつて絶海の孤島メガ盛り島を舞台にした美食屋トリコと天才料理人、そして再び僕たちは今豪華列車に乗って、あるその場所とはまだ開拓が始まった。列車の旅っていい。昨日は目が冴え、もう準備は。はい、トリコさん、小松さん、列車の旅はいかがですか？おかげさまで快適。満喫させていた。この人は僕たちをこの大野さんけれど、そして先日、トリコさん、小松さん、俺たちを呼んだってことは依頼？ええ、その通りです。僕はさらなる事業拡大のため新たな職、その大陸の名はガッツキ大陸。すでに開拓は始まっており、現在大陸を巡る。へえ、大陸を買った？そんなに大げさに驚かないでください。それで大陸を買うって？で、依頼って？大陸を走る旅客列車。新大陸のフルコースメニューか。面白そうじゃねえか。断る理由はねえよな。はい、トリコさん、小松さん、ここがガッツキ大陸。さあこちらへ、皆さんお待ちかねですよ。え、皆さん、バッハッハッハ、よーお兄ちゃん。ハンサム社長。今ハンサムっつった？言ってねえってよ。トリコと小松くんの成長を直に見たくて会いに来たじゃ。次郎さん、節子さん、やあ小松くん、元気そうだね。ココさんに質問。皆さんも今回の旅に？ええ、最高のフルコースメニューを完成するんだ。このルイは何を呼ぶという？はいはい、トリコ、ソニーさん、リンさん、皆さん勢ぞろいですね。あれ、ゼブラさんは？それが来ている。わしから伝えたんだから。ぜひ一度お会いしたかったのです。再生屋の鉄平さんの到着もまだです。希少食材の保護や生態系への影響調査。あいつも音信不通だ。まあ目的、どうやら列車が到着したようです。列車って、自分の世界に。よし、僕もこの豪華列車に見劣りしない立派なフルコースに。小松さんでいらっしゃる？あ、はい。誰この子？もしかして彼女？違いますよ。今回の旅の間、小松さんのお手伝いをするよう大野さんに。私、コリオと申します。このセンチュリースープを完成させた小松さんにお会いできて。はじめまして。小松、ひょっとして光亮さんも料理人？はい、まだ小松さんの足手まといにならないよう精一杯。よかったじゃん小松、弟子ができたし。さっきから変なことばっかり言わないでくださいよ。俺からもよろしく頼むぜ。うん、小松にも春到来。咲かさないでくださいよ。はあ、うちとトリコにも春が。聞いてみ、さあ、さ
最初の目的地が見えてきましたよ。うわ、頼りになる仲間と共に列車の旅は続いていく。この大陸で一体どんな食材と出会える。ようやく到着だな。ここが、うわー、黒草の草原にテーブルのような岩山。早速気になって仕方がないってか。おい、マッチ。よし、お前たち、こっちに注目。皆さん、この度は新大陸探索の旅にお集まりいただき、探索を始める前に改めて今回の旅の目的、私たちが今立っているこのガッツキ大陸ですが、長い間放置され、もっとも、しかしその開発と食材の、何しろここは未開の大陸だ。安全の確保のためにも行動する範囲は状況を見ながら広げて、ただ先に進めばいいってわけじゃないってこと。大切なのは食材を、要は今ハンサムっつった？言ってねえ。言ってないし。うん、おい、さす。それでは、ココとサニーはもう行っちまったし、俺たちも出発すると。ちゃんと通信機も持ってた。オケに、トリコさん、小松さん、それにテリーも。よし、行ってくるぜ。お前もいい子にしてるんだよ。ジローか。なに、お前さんたちの腕がなまっ。し、うんうん。移動レバー、あのジャンプボタン、バツボタンでジャンプするわけじゃが。そんなことありませんよ。伝説の美食やジローさんの説明書き。嬉しいの。うい。では視点リセットボタン。お、バッチだぜ。よろしい、ちなみに、ジローさん、ありがとうございます。ところで小松くん。うわー、節子さん、お前さんたち、黒草を取りに。それ、食材。わかりました。通常の攻撃は攻撃が出る。ああ、2種類の、その他に特殊技も攻撃方法。オーケー。ああ、これはいいな。この食材で何を作ろうかな。
さて、食材を持ち、メニューからフルコースの創作を選んで、つい先ほど持ち帰った黒草とヘビガエルの肉で、それを選べば料理が完成。なるほど。それじゃあ、早速作ってみましょう。目的達成だ。